空風プレゼンツミュージックインターセクション、空風メンバーの皆さん、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。永遠の校長代理、渡辺大地です。19回目を迎えるミュージックインターセクション、いかがお過ごしでしょうか。さあ、1曲目はスキマスイッチのこの曲からお届けしたいと思うんですが、もうねネタが尽きてまいりました。このパソコンで聴ける、J-POP 演歌もうほとんどないです。いやー困りました、どうしようかなと思っておりますが、この曲イントロが長いんですね。まだ喋ってても大丈夫。ドラえもんの映画の主題歌になりましたスキマスイッチさんの僕ノート、これはオンエアして大丈夫な曲なのかな、不安ですけども、かけてみたいと思います。耳を澄ますとかすかに聞こえる雨の音、思いを綴ろうとここに座って言葉探してる、考えて書いてつまずいて消したら元通り、12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝えたくてうまくはいかなくて、募り積もる感情は膨れてゆくだけ、吐き出すこともできずに、今僕の中にある言葉のかけら、喉の奥鋭く尖って突き刺さる、綺麗じゃなくたって少しずつだっていいんだ、この痛みをただ形にすんだ。スキマスイッチさんで僕ノートお届けしています。これはですね、2006年ののび太の恐竜というドラえもんの映画の主題歌でした。ドラえもんの映画といえばスキマスイッチさんをはじめ、最近でしたら星野源さんとかね、名曲ぞろい、畑さんのひまわりの約束もそうでしたね。さあ、その僕ノートなんですが、カタカナで僕ノートと書いてありますね。ですからノートというのはあのメモ書きするあのノートなんですけども、これを言葉にして読んだ時に僕ノート、僕ノートね、2パターン読み方があります。僕のサウンド、音だよって、一つの文章、一つのお話で2つのストーリーだったり意味があるダブルミーニングっていうお話を今日はしていきたいなと思ってます。これは詩を読み解くときに、そして歌を歌うときにとっても大切なことですね。まあ大切というか、それを理解して歌うか理解して歌わないかによって全く歌の深みが変わってくるというお話をしていきたいと思います。まあ分かりやすいところで言いますと、お別れの曲ですね。あ、この曲のさよならっていうのはただね、あ、バイバイっていうことなのか、あれあれ、ひょっとしたらもうこれとはのお別れかもしれないな、もう相手はこの世にいないんじゃないかなっていうようなことを匂わす歌ありますよね。うん。そしてもう一つ、相手方のイメージがダブルミーニング、あれあれ、これ恋愛の歌だと思っていたけれど、自分のお父さんお母さんに対して歌ってる歌じゃないかなとか、生まれてきた子供に歌ってる曲じゃないかなって匂わせる曲ってありますよね。はい、これポイントとなるのが、匂わせているのかそのまんま歌っているのかの違いなんですよ。千秋直美さんの喝采といえば、もう皆さんそういう歌ってわかりますよね。あ、多分大切な方を亡くされた時の歌なんだなぁなんてね。ところが、まあ、これはちょっと有名なお話なので皆さんご存知かとは思いますが、花水木人とよさんの歌ね、空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、5月にまるで手をパッて広げて
空を仰いでいるような、そんな花水木の歌なんですが、その歌は実は亡くなったお父様の歌ではないかと。しかもそれがお父様が天国から自分の娘とか自分の奥さんに向かって歌ってる歌なんじゃないかっていうお話があったりします。これちゃんと聞かないとわからない歌、匂わせてる歌ですよね。本当ならこの曲もそうだよ、あの曲もそうだよっていっぱいお聞かせしたいんですが、大人の事情でちょっとお聞かせできないので、渡辺大知の曲をお聞かせしたいと思います。ずいぶん前の、もう20年くらい前の曲になりますかね。 Dear という曲があります。もともとこれは前ラジオでも紹介した桜と一緒で、ピアノ曲でした。ピアノの綺麗なメロディーの曲に、僕が歌詞をつけて歌っております。もともとピアノ曲なんですごく難しいんですが、音域が広くてね。どうぞお聴きください。渡辺大知で Dear。長い坂道二人、手をつなぎ歩いてたあの日のこと、今も覚えてますか？発車のベルが僕らを話しても、いつまでも手を振ってた君を、ああできることなら繋いだその手を
渡辺大地でディアお届けしました。フルコーラスね、長かったね。あのダブルミーニングっていうテーマだったので、歌詞をちゃんとお届けするためにフルコーラスかけさせていただきましたが、いや20代前半、声が若いし歌は拙いし、ちょっと聞いていて恥ずかしい。レッスンでいつもね、僕が口にしている私をとかあなたをっていう言葉があっても、あなたをって歌うんだよなんていうことを全く守ってない渡辺大地の歌でございましたが、これは当時僕が大好きだった祖母が亡くなった時に書いた曲なんですけどもね、全く歌でデビューしたことも、知らないまま祖母は亡くなってしまったんですけども、たまたま当時仲良かったピアニストの方の曲を聴いていたら、この歌詞がファーって現れました。特に2番の歌詞、の中にですね、昇る太陽がこんなに綺麗なんだけどね、君がいないんだったら朝なんていらないっていう歌詞があるんですけど、名古屋の大学病院から祖母の亡骸を車でね、下呂温泉の方に、一緒に車に乗って運ぶ道すがら、本当に真正面に国道の、それはそれは綺麗な朝日が昇ったんですよ。もう本当に真正面にですよ。うわーなんて綺麗なんだって思いながら、あでもこのお日様を祖母は見れなかったんだなっていうのがむちゃくちゃ印象的で、これは多分一生残る風景なのかなと、それを焼き付けて歌にさせていただきました。皆さんもぜひね、自分の好きな歌、歌ってる歌の中にそういう解釈で歌える歌がなかったかなって、もう一回読み返して歌い直してみてください。演歌とかには少ないんですよ。やっぱ J-POP に多い。でどうしてかなって考えたら、僕がそうなようにですね、 J-POP シンガー、シンガーソングライターが多いんですね。こういう誰か大切な人を亡くしたことってなんとなくストレートに歌にできない、歌にしちゃいけないような風潮があったりとかねします。なんとなくオブラートに包んでとか、なんとなく違った解釈でも取れるように書きながら、歌ってる本人としては毎回レクイエムとして歌うっていうのがシンガーソングライターならではじゃないかと思うんですね。うん。なのでぜひ J-POP 歌ってるよっていう方、特にシンガーソングライターの曲よく歌ってるよって方は、読み返してみると違った解釈で歌えるかもしれません。ちょっと今ね、この曲ってパッて言えないんだけども、とある曲をある方にレッスンしてる時に、その方全くそういう曲だっていうことを解釈ゼロでずっと人生の間歌ってたんですって。でこの曲ってこうこうこういう解釈もあるし、そういうお話らしいよって言った時に、うわそうかと、ありがとうございますと、全く歌い方というかこう気持ちが変わりましたっていうお話を聞きました。はい、ガラッと変わりますから、自分の歌がぜひね探してみてください。ということで今日はダブルミーニングという曲についてお話をしていきました。明日はどんな話をしようかな、そして明日かけられる曲はあるのかな、心配になってまいりましたが、明日も元気でお会いしましょう。今日は夕方から雨だそうですよ。天気がすごくいいから洗濯物干してる方気をつけておいてくださいね。この一週間晴れたり曇ったり雨が降ったり気温が上がったり下がったりね、気圧もアップダウン激しいし体調を崩すことが多いですね。今ちょっと崩しても病院行きづらいですからね、皆さん自己管理、体調管理しっかりして元気に過ごしましょう。それでは明日またお会いします。お相手は渡辺大地でした。バイバイ。